ただいまより導入事例トラック2を始めさせていただきます。日本の高速道路を IT で支える会社がクラウド利用に踏み切るときと題しまして、ネクスコシステムズ関連事業部部長井出哲明様よりご講演いただきます。皆様盛大な拍手でお迎えください。どうも皆さんお世話になります。ネクスコシステムズの井出と申します。よろしくお願いいたします。本日は先ほどご紹介いただきましたように、日本の高速道路を IT で支える会社がクラウド利用に踏み切るときということで題しまして、いろいろなそのパブリックセクターでですねお仕事をされている方々がなかなかクラウド利用に踏み切れないというような状況にあるかと思っております。我々も同じようにですねクラウドを利用するためにいろいろな苦労を重ねてきました。そういったことを事例として発表させていただきまして、皆様方のこれからの IT のさらなる活用とですね業務の効率化に資すればと思いまして、本日の席に登壇をさせていただくことと相なりました。はい、それではスライドに沿ってですねちょっとご説明をさせていただきたいと思います。まず当社ですね、IT で支える会社って一体どういう会社なんですかということなんですが、名前の通り、ネクスコですね、高速道路の会社が3会社あります。こういうふうに日本を縦断する形でですね、東日本、中日本、西日本ということで、もともと高速道路公団という形で、一つの事業体でございましたけれども、これが3社に分割されました。でその中で、もともとですね、我々も高速道路公団にひも付く IT 組織としてですね、動いていたわけでございますが、この3社が民営化されたタイミングで、我々も一緒にですね、子会社化されました。でその中で、通常であればですね、それぞれに IT 会社ということを立てていくんでしょうけども、高速道路というその、事業のですね、性質上、特質上、やっぱりその道路として一つにつながっているというものがありますので、IT もですね、それを生かした形で、3社共通のものを提供し続けようという思いから、3社の、共通の子会社として、立ち上がった、会社でございます。主に IT の企画とか開発運用を主軸に行っている会社でございます。概略としましては、1975年に母体となる会社高速道路料金センターという会社がありましたけれども、これを母体にして立ち上がった会社になります。社長は高松高久というものでございますが、この高松高久はもともとネクスコ中日本の関連事業部長を務めていたものでして、皆さんご存知のようなサービスエリア、特に海老名とかですね、足柄といった皆さんがサービスエリアを目的に高速道路に乗るような、今の高速道路の仕組みを作ったものがこの高松でございます。この高松が昨年度当社に弊社に着任しまして、さらにですねそういうような今までサービスエリアで培った事業戦略を当社にも展開していこうというような動きをしているところでございます。資本金従業員ということで記載させていただいておりますが、一昨年ですね西新宿に本社を移しまして、IT 会社としてのその体裁っていうんですかね、この地でですね、再スタートを切るような形になっております。ネクスコグループというのは、3会社を母体としておりますが、グループ会社というのがいろいろございまして、道路を整備する会社、サービスエリアを営む会社、あるいはパトロールをするような会社、こういったものが集まりまして、全国で約80社ほどですね、関連会社が集合して、一つのネクスコグループというものを形成しております。このグループ会社はそれぞれ東日本、中日本、西日本にひも付くような形になっております。
で我々がグループ会社へ提供している主なシステムということで列記させていただいておりますが ETC、SA、PA 系ということで左から向かって左側からありますけれどもいわゆるその ETC を通行したときに通過したときに落ちる料金関係ですねこのシステムであったりサービスエリアで展開しているような店舗管理営業システムあるいは顧客サービスを顧客の声をですね集約して事業の戦略につなげていくような CRM システムといったものあるいはその業務系ということで高速道路の維持管理とかメンテナンスを行っているものを中心に展開しているような作業管理システムから交通巡回システムといったようなものでもう一つ重要なのがやっぱり事務系ですねバックオフィス系の業務ということでやっぱり人事給与会計、最近は勤務管理というのもいろいろ重要な仕組みになっておりますが、過重労働とか、ブラック企業と呼ばれないようにですねこういうシステムを使って、適正な管理をしていこうというもので、非常に重要視されているような仕組みでございます、こういったものが代表なシステムとして展開させていただいています。はい。でこの中で、一つ特筆すべきものとしてこのパトレコというシステムがございます、ご覧いただきますように、パトロール隊員が使っている、高速道路上で、まさに使っているシステムになります。これまでは、パトロール隊員というのはですね、右にちょっと、ちっちゃく出てますけど紙でですね、全ての記録を、しておりました。事故があったりいろんな落とし物があった場合というのはここに記録をして、点検結果として、保存していましたと。でそれをですねタブレットを使って、現地現場で即時入力をしてペーパーレスにつなげていくような仕組みを我々の方で展開しましたがまさにこれが我々の中で初めてクラウドサービスしかも AWS 上で稼働するシステムとして高速道路の会社としては初めて展開したシステムになります。引き続きこのシステムについてですね、どうやって立ち上げたのかということを、苦労話としてちょっと後ほどご紹介させていただきたいと思います。これは一つの、ご紹介ということで、高速道路でですねタブレットとかスマホこれスマホでも、使っておりますので、決してスマホをいじって遊んでいたり、ブログに上げているわけではなくて、こういうものを使って、ちゃんとしたお仕事をしていますということでぜひ私の方で紹介したいと思いましてこれをピックアップさせていただきました。で次に、NSHIP という、システムがあります。大きくはそのクラウド基盤を、NSHIP と呼んでおりますがこれに、紐づくですね、乗っかる業務関係のシステムいろいろなシステムございまして、主に ERP という形になりますが、こういったものを今、Amazon の AWS のクラウドサービスを使って、NSHIP 基盤を運用して業務サービスを展開しているものでございます。これは我々は当初ですね、オンプレミスから AWS へ移行しまして、もともと懐かしい言葉ですけど ASP というサービス展開をしておりましたが AWS に載せることによって SaaS というサービス展開の形に修正をいたしました。この移行マイグレーションですけれどもマイグレーションするときに NSHIP on AWS ということを掲げましてプロジェクトのメンバーの意識を高めてですねマイグレーションを進めたというようなものでございます。はい。続きまして本題に入ります。クラウド利用に踏み切るときということで我々の契機としてなぜクラウドに至ったのかということでこの今紹介させていただきました ASP のサービスがオンプレミスで展開をしていたものなんですがグループ会社にこれは提供する仕組みでございますのでやっぱり80社をなんとか網羅していかなくちゃいけない。2009年にサービスを立ち上げたんですがなかなかやっぱりそのオンプレミスのサービスあるいは限られたネットワーク資源の中で展開するというのは非常に難しい。なおかつコストも時間もかかっていくというようなものになっていました。こういうものをとにかく早く提供展開をしていきたいという思いがありました。でなおかつ高速道路という事業体で現場で使うというものでございますのでやっぱりモバイル化をする必要があるよねというようなこともありましたのでもう単純にこれはもうスピードとコストダウンでサービス展開をしていかなくてはいけないということでモバイル化とクラウド化を検討していかなくてはいけないということが中で叫ばれたところでございます。
で、ただですね、モバイルとクラウドのイメージというのは非常に当時、そうですね、2012年ぐらいの頃でございますけれども、非常にイメージがあまり良くなかったです、正直言いまして。まあ、なんとなくモバイルは危ないもんだよねと、まあ、情報持ち歩いて外でなくしたらどうするんだとか、まあ、クラウドサービスも、データがどこにあるのかよくわからない、まあ、そういった中で、我々はこれを使おうというふうに考えていたわけですので、まあ、非常に、これを払拭するのが非常に難関だというふうに、まあ、認識をしておりました。じゃあそこでですね、まずそもそもモバイルってなんだ、クラウドってなんだっていうところから我々は勉強しなくてはいけないというふうに思い至りまして、まあ、ここが非常に重要なポイントだというふうに考えたところです。で、若手 の、まあ、あの技術者をですね、まず中心に集めまして、クラウドの勉強をしていこうよと。で、まあ、最後に、まあ、いろんなその当然人参もあるんですけど、まあ、そういうものをぶら下げて、まずは勉強しないかということで、まあ、ワークショップ的に立ち上げました。で、そのうち、まあ、ワークショップとしては非常にやっぱりいろいろ限界があります。まあ、お金もかけられませんし時間もかけられないといったところがありましたので、社内の研究開発として、まあ、これも当社みたいな開発っていうのはですね、会社というのは基本的には親会社から仕事が降ってくるというような構造になっています。ですので、まあ、研究を自らやろうとか物を作り出そうっていうのはあまり会社には浸透していなかった、まあ、会社の文化としてはなかったんですが、こういうものを自分たちからやっていこうよといったところから、まずその研究開発費をつけてですね、正々堂々と、まあ、仕事の中で業務の一環として勉強していこうというような取り組みを、立てたものです。まあ、これは実際に経営会議に出したような資料なんで、まあ、あまり細かい話はできないですけど、まあ、こういう立て付けをして、まあ、ASP サービスをモバイル化していこう、クラウドを検討していって、まあ、コストダウンにつなげていこう、サービスの、向上しようというようなお題目を掲げまして、まあ、始まったものでございます。ただまあそうは言ってもまず勉強からしようよといったところ、なわけですね。で、続いて、まあ、市場の、状況の調査に入ったわけなんですが、まあ、当時はですね、2013年当時でございますけども、まあ、まだですね、浸透していない中で、まず端末どうしようかといったところで、まあ、これちょっと打足ですけども、まあ、Android というのは非常にですね、いろんな、まあ端末が煩雑にあってですね、機種依存も大きいといったところと、あとは、まあ、一番大きいのはオープンソースだったというのがあるので、まあ、そういったものを、セキュリティを担保しなくちゃいけないということも前面に押し出して、iPad、iPhone というものを、まあ、選択して、これに絞ってやっていこうと、まあ、あまりその汎用的な技術を使うと、技術が発散してしまって、まあ、勉強も非常に大変になりますので、まあ、一つに絞っていったというような経緯がございます。で、続いてクラウドの市場の状況というのを調査したところなんですが、単純に言うと、まあ、当時はですね、AWS の独り勝ちと言ってもいいような、状況になっていました。まあ、Amazon.com をはじめとした、まあ、そういった基盤にですね、AWS というのは使われておりまして、まあ、すでに認知度も高いといったところで、まあ、それを追い上げるように、まあ、海外のソフトベンダーさんが、まあ、クラウドサービスを立ち上げたり、国内でも、まあ、多くのベンダーさんがですね、まあ、クラウドサービスを立ち上げましたけれども、なかなか追いついていかないといった実情がございまして、まあ、AWS の優位性というのは非常にここで確認できたというようなものでございます。で、次に、まあ、市場の評価っていうんですかね、まあ、評価としてはどんなもんだったっていうことで、いろいろ調べたんですが、まあ、これは基調講演でもありましたけども、まずはですね、ガートナー社ですね、ガートナー社の、調査結果とか、まあ、そういうのを、参考にさせていただきまして、まあ、やっぱりそのクラウドリーダーというふうに、AWS は言われておりました。で、あとはですね、まあ、451グループの調査というのもありますけども、こういったものでもシェアも約6割近い、まあ、シェアのクラウドサービスのシェアを、持っているというようなところで、まあ、本当に独り勝ちの状況で、あずあず、まあ、その他というのは、まあ、いろんな小さな会社が寄り集まってやっとこれだけのシェアを確保していたということで、いわゆるアマゾンさん、 AWS というのは、まあ、コカ・コーラみたいなものですよね。で、それに対するペプシコーラというのは全然存在していないというような、まあ、そういう市場の状況になっています。
で、あと、まあ、特筆すべき点もう一つあります。コストダウンですね。継続的なコストダウンということで、当時、まあ、サービスを開始してから21回もですね、コストダウンをしていたと。これだけ競争力があってで、他の会社の追従を許さないという状況でありながらも、継続的にリーダーが継続的にコストダウンをしていたと、要するに利用料金を下げていたというような現状もあります。これ実はもう今年、今月現在で61回もう値下げをしているということで、もう継続的に毎月じゃないですけど、もう値下げを常にやっているということで、顧客への還元というのも非常に優位性を持っているというようなサービスになります。はい。で、いろいろなその市場のシェアの状況だとか、導入事例も非常に、米国政府の例とか、あとは CIA とか NASA ですね、こういった海外の事例ですけども、非常に大手のですね、機関が活用しているというような事例がございました。で、また導入のパートナーというのがあります。いろんなパートナーさんがいるんですけども、AWS はもうダントツにパートナーを抱えているということで、それだけですね、そのいろいろな IT ベンダー、日本国内の IT ベンダーも含めて、そういったところが認めているというようなものですので、非常に有用性の高いものというふうに考えております。すいません。失礼しました。次にコストですけども、コストも先ほどいろいろとコストダウンの話しましたけども、やはり大きなのは重量課金であるといったところで、特に重量課金の場合は、我々の会社としてはですね、予算市場主義で仕事をしておりますので、予算を超えることというのはまず許されないというようなことがありましたので、まずスモールスタートで進められるといったところで、重量課金のメリットがあったと思います。つまりサーバーを立てるときには必ず最大値を考慮して、オーバースペックなものを立ち上げるというのが習いになってますけれども、スモールスタートで進められるというのが非常に大きなメリットというふうに考えています。で、あとは継続的な値下げ、それとですね、これも意外なんですけど、コスト最適化のアドバイスというのがいろいろ自動的に受けられます。これは例えばインスタンスを立ち上げて、使ってないインスタンスがあるとか、あるいはオーバースペックになっているとかですね、そういう CPU とかメモリーの、をリアルタイムに認識してですね、オーバースペックとかの注意を促してくれるというような仕組みも、あるというような、非常に良心的な仕掛けになっています。あとはサービスですね、技術力とか、サービスパワーの部分ですけども、コンピュート能力というのも非常に高いものを持っています。これは一つのセンターだけではなくて、複数のセンターをグリッティングしておりますので、一つが倒れても次の一つに移るとか、パワーを集約してサービスを提供するような仕掛けなんかもあるので、非常に高いコンピュート能力を持っています。で、サービスの充実度ということでも、後ほどこれもご紹介させていただきますけど、いろいろなツールを提供しております。 AWS はいろいろなツールを提供していて、開発支援であったりとか運用支援、そういったものをですね、数多く提供しています。で、我々も最初に手をつけたときは、さほど多くなかったというのが正直なところです。我々がやりたいと思っていることというのが、それほど実現できそうもないのかなと思っていたんですが、現在はですね、全てそれをもう網羅してサービス提供を普通の普遍的なサービスとして提供をしております。で、次に最も重要なのがセキュリティレベルということで、米国政府に関わる部分であるとか、日本でいうと金融庁のフィスクとかですね、そういったものに準拠しているというようなもので、非常にセキュリティレベルの信頼性も高いというような評価を我々はしました。で、あとクラウド特有のリスクっていうのはやっぱり当然あるわけなんですが、その辺のリスクというものを我々はやっぱりその見過ごすことはできないということで、4つの観点のリスクをまず絞り出しました。事業継続、BCP の部分とコンプライアンス、法律関係ですね、あと予算関係で、お金の動きってどうなんだろうと、あとセキュリティ、こういった4つのカテゴリーでリスクを特定していきます。
で、リスクの分析というのはそれぞれまたカテゴライズしてですね、詳細化して、いろいろ分析をしていったのが、これが今一覧として出させていただいておりますが、個別の話としてはまず一つはサービスの撤退があるんじゃないかと、いきなり辞めたって言われてもですね、困りますので、そこはどうするんだというような話もありまして、やっぱりですね、それっていうのは完全になくなるものではないというふうに我々思ってますけど、やっぱりそのアマゾンの AWS の実績として NASA とか、そういった大企業、国の機関がですね、使っていたり、Amazon.com という、大きな e コマースの市場で、まさに使われているものですね、そういうものは、極めて少ないというふうに我々考えておりましたので、ここはリスクは非常に少ないというふうに評価をしております。あとは損害賠償ということで、データ消失の損害賠償というのがありますけれども、そもそもこれだけのユーザーが使っていて、これだけの堅牢な構成ファシリティを持っているので、そもそもデータの破損とかですね、センターの破壊っていうものがありえないよね。そもそも我々もですね、日本のデータセンターを使って運営してますけど、やっぱりそのいろんな災害リスクとか盗難とかですね、人為的な問題というのはやっぱりはらんでおりますので、この辺も、許容レベルだというふうに考えておりましたので、インフラとかですね、ファシリティに問題がなければあとはアプリケーションでカバーしていこうというような考え方で、許容をすることにしました。で、そして規約の変更ということで、約款という形になっていますので、契約約款の中では自由に変更できるというのが、約款の取り決めでございますので、これに関しては、個別にですね、いろんな契約が我々のオーダーに基づいて個別契約ができるような仕掛けを持っていますので、それに関しては詳細な契約を交わしていけばいいだろうということで、受容する形を取っております。そしてよく言われるのがパトリオット法ですね。これは法律がやはりその AWS はもともとアメリカ本国に本拠がありますので、やっぱりパトリオット法みたいなもので急にデータの差し押さえが米国政府からされるんではないかとか、そういった懸念なんかもありました。で、こういったものもですね、今はですね、準拠法がいろいろとこう国ごとに選べたり、そういった対策が取れたりしますので、あとは我々当時はそういうのがなかったので、暗号化をして機密性を担保していこうと、差し押さえられても暗号が解けないようにしておけばいいじゃないかというようなことで、リスクを許容する形を取りました。で、準拠法もですね、これも米国政府の法律にのっとる形になっていたんですが、これは実は個別にですね、契約を変更することとか、個別契約を締結することができますので、日本国法にしていただくとか、そういったことも取っていただくことができました。現在は選択ができるような形になっています。で、あと BYOL ということで、アマゾンのクラウドサービスを使うにあたってはやっぱりライセンスをどうするのかという話になります。ライセンスの持ち込みというのがおおむねできるような形になっているんですが、やっぱりサポートが受けられないとか、持ってったらライセンス違反になっちゃったとか、そういったいろいろとこう問題というのが後から発覚していく可能性がありますので、これはAWS ジャパンとですね、協力しまして、ISV というそのソフトベンダーさんとですね、個別に交渉をして AWS にで使うことを許容してもらったりとか、そういう交渉を進めて、このリスクに関しても需要を許容していくような形を取りました。で、あとはコストの部分では為替変動リスクというのがあります。やっぱり決済がクレジットカードとかドル建てになっていますので、こういうリスクもあるという形になります。これはあくまで当時ですので、今は円建てとかですね、いろんな各国の通貨で決済できるようになっていますが、当時はこういうリスクがありましたので、例えばそのコスト変動が許容できないということであれば、1年払い、3年払いという RI というそのリザーブドオプションというのがありまして、3年契約、1年契約という契約を長期にわたって結ぶことによって、コストを固定化するということが可能になっています。あとは内部不正ということで、これは AWS の社員とかそういう形は大丈夫なんですかとか、そういうのがいろいろと懸念されてたんですが、これもいろいろ第三者認証の、第三者機関の認証を非常に多く受けております。
まあ、米国でもそうですし、まあ、日本でもそうですけども、まあ、そういったもので、まあ、証明をしてもらうということで、これもまあリスクの転嫁ということで、許容するというような、まあ、結論に至りました。で、あと外部攻撃ですけども、まあ、外部攻撃としてはですね、これはまあいろいろセキュリティのリスクがありますので、ちょっと後で詳しくこれは説明させていただきたいと思います。ここはですね、やっぱりその我々がですね、まあ、あの AWS に頼らないで自分たちでなんとかやっぱり許容しなくちゃ、あの対抗しなくてはいけないというふうにまあ感じたところになりまして、リスクとしてはまあ情報漏洩、データ破損、サービス停止、まあこういったものが考えられますので、まあどうやってまあそういったデータを守っていくのかということを、まあ3つの脅威を課題化して対策方針を掲げています。まずは情報漏洩をさせないということで、アカウントの管理といったところですね、まあ、これはあの特権ユーザーとか、まあ、そういったものをですね、分散しまして、アカウント管理をしていく、パスワードポリシー、パスワードをまあ期間的に変更していくとか、長さを、まあ、あの定義していくというようなものです。これはまあ当然のように、まあ、どちらの会社さんもやられているものだと思います。で、あとアクセス制御ですね。このアクセス制御っていうのは非常に我々こだわったところになりますが、まあ端末の認証とかですね、そういったものを、まあ、強固なものを使いまして、多要素認証とか、あとはそのやっぱり端末のアクセスを限定化するということですね。特にあの管理者端末、管理者ユーザーというのを限定的にしていくという、考え方がありましたので、管理者ユーザーがアクセスできる端末はもうそれこそ1台しかないような形をとって厳格に管理をしているというようなものです。で、そして暗号化ですね。やっぱりその情報漏洩というのはもうこれはもう 100% 防げるものではないというふうに我々も感じてますので、やっぱり漏洩したとき、盗まれたときどうするのかといったところで、やっぱり厳格に暗号化していこうということで、まあ、この辺がですね、我々今自力で取り組んできてきたものでございます。ただこれもですね、現在 Amazon で AWS で標準的にいろんなツールが提供されていますので、まあ、それを使えば、まあ、瞬時に暗号化できたりですね、アクセス制御も、フレームワークがいろいろありますので、そういったものを使えばあまり考えず、そういったものが、まあ、制御できるような仕組みになっています。で、次にデータを破損させないためにどうするのかといったところで、まあ、1つ目は当然バックアップですね、まあ、複製とかレプリケーション、こういったものは確実にやっていこうと。で、次にロールバックということで、バージョニングをまあある程度細かく取って、まあ、スナップショットを取ったりして、何か有事の時に即座に直近の状態に戻せるというような形のロールバック方式を取っています。で、まあ、3つ目はアーカイブですね。過去のデータも長期保管していかなくてはいけないということで、これまではやっぱりそのハードディスクとか LTO みたいなものにとって保存していくので、やっぱり資源がかかったりとか場所が必要であったりというようなこともあったんですが、まあ、Amazon を AWS を使うことによって場所の問題とか、まあ、コストもですね、テラ、まあ、今ペタというのがどんどん出てきてますけど、まあ、そういったレベルであってもほとんどコストにインパクトがないというような、まあ、AWS の、まあ、ハードストレージの提供がありますので、そういったものを活用しております。そして、もう一つがサービスを提供させないということで、こちらも3つの対策を取っています。外部攻撃の対策ということで、まあ、侵入検知とか、まあ、脆弱性の対策ということで、モニタリングですね、モニタリングツールなんかも、監視ツールも提供されてますので、こういったものを、まあ、使って、モニタリングをしています。で、2つ目は冗長構成ということで、まあ、サーバーの冗長化というのが、まあ、これ今当然のように行われてますけども、やっぱりそのサーバーコストというのは非常に高いですから、単純に冗長化する、ということは、なかなか難しかったんですが、 AWS を使うことで簡単に冗長化、 なおかつ低コストで冗長化できるというようなものになっています。そして、まあ、運用監視ということで、まあ、運用監視を、万が一の時にですね、やっぱり復旧をするために、自動復旧とか、まあ、障害、検知なんかも、できるように対策を打っています。この辺も AWS からのいろいろなツールが提供されておりますので、これを活用しております。はい。
で次に、パートナーの活用ですね、どんなパートナーを活用したのかということで、我々はですねやっぱりノウハウも知見もなかった中でサーバーワークス社を、活用させていただきました。サーバーワークスさんに、非常にここでお世話になったわけです。情報提供から始まって、いろいろなその教育ですね、こういったものもやっていただきました。でなおかつそのシステムの構築、というものにも参画いただきまして、今の、NCIPであるとかパトレコの実現に非常に、尽力をいただいたところでございます。でもう一つ、AWS 本体から、いろんなご支援を受けています。我々最初はですね、独自にいろんな調査を進めたりしていたんですが、やっぱりそのいろいろ限界が出てきましたと。でなおかつそのパートナー会社を使ってもやっぱりその契約の関係とかですね、そういったサービスの新たなサービスの要求なんかにはなかなかやっぱり本体を動かすしかないだろうといったところもありますので、AWS ジャパンに当時パブリックセクターが新設されましたので、そういったところと連携をコンタクトを取るようになりました。でここからですね、この方々が非常に精力的かつフットワークよく、でしかもですね非常に辛抱強く、我々の話を聞いてくれました。辛抱強くというのは我々の会社側の、特性でもありますけども、やっぱりその非常に手続きとか、そういったものが煩雑で面倒です。そういったものを一つ一つ紐解いていただいて、どのように上を説得していくのか、あるいは我々は勉強不足のところを補っていただくような形をとって、辛抱強くお付き合いをしていただいております。その後ですね、さらに本国のパブリックセクターの方々がに来日していただきまして、さまざまな要望課題というのを直接我々の方からお伝えをさせていただいております。で弊社の社長にも直接会っていただいてですね、いろいろアピールをしていただくことで、今日の席なんかも、この、お時間も実現できたのかなというふうに思っております。で使ってみて分かった、クラウドの効果と課題ということで、またちょっと、技術的な話も多少出てくるんですけども、クラウドっていうのはやっぱりその高度なアーキテクチャ、AWS ですね、AWS の高度なアーキテクチャを生かして、スピード導入とコスト削減、セキュリティの効果っていうのは非常にやっぱりメリットとしてあったなというふうに我々は実感を、しております。スピードコスト削減、セキュリティ強化、この3つが、今までのオンプレミスをはるかに凌駕する形で実現できたというふうに、考えております。で、グループ会社へクラウドを展開した例ということで、これ NCIP の事例ということで、このいろんなアイコンがありますけども、これはまさに AWS が提供しているサービスであったりツール、もうこれをフル活用してサービス提供しているという、絵になります。で例えばですね、この仕組みを使ってオンプレミスだと、例えば会社が1社入るというケースにおいてですね、我々はこれまで半年から、約1年近くかけてですね、導入をするような時間を使ってまいりました。でそれはサーバーがもともとあって、隙間があって、1社が増えても問題ないよっていうぐらいであれば、大体半年ぐらいのスパンで提供ができたんですが、何もないところからやるにはやっぱり半年から最長1年ぐらいかけて導入をするというような事業を行っておりました。そのためのコストというのはやっぱり数千万円かけてやっと1社入るというようなレベル感でした。でところが AWS を使うことで、なんと 65% のコストオフができたというような、これ5年間の総額になりますけども、 65% のコストオフが見込めるというような状況になっています。でなおかつ最近の事例ではですね、なんと2ヶ月でサービスインができたというような事例ができているところになります。で続いて、さらなる改善要望ということで、またいろいろちょっとわがままを言わせていただくんですけども、やっぱりその開発用ライセンスがもう少しいろんなライセンスが利用できるといいかなというふうに思っています。特に、OTN というふうにちょっと個別に書かさせていただいておりますが、これ非常に我々の会社、グループ会社、
本体も含めて使っていますので、これをなんとか我々実現していただきたいと、まあ、その下の MSDN も同じですね。であとパートナー企業に関しても、まあ質の高いパートナー企業をもっともっと誘致していただいて、まあ、教育関係とか認定の仕掛け仕組みなんかもご用意されておりますので、まあ、そういうものをさらにですね引き上げていただいて、パートナーの質レベルをともに引き上げていただければというふうに思っております。あとはその、まあ、ドキュメント関係ですね。これも技術文書の日本語化ということで、これも我々も英語が全然できませんので、最初のホワイトペーパーとか、まあ、そういうドキュメント関係は全て英語でした。でところがそういうものもですね直接、まあ、あの本国の方に訴えて、即時、まあ、必要なものを日本化していただいたり、特別な配慮をいただいております。これもあの本年度中にはすべて、まあ、日本語化されるというふうに先ほど、長崎社長がですね、コメントを、されておりましたので、まあ、これから活用される方は非常に、まあ、使いやすくなるのかなというふうに考えております。今後の展開といたしまして、まあ、ちょっとあのこれもご紹介です。高速道路どうなっていくのかということに照らし合わせてちょっと、考えていただければと思います。やはり我々としては、IoT、AI、ウェアラブルというような、まあ、新しい技術を、フル活用しまして、ビッグデータを、まあ、かき集めてですね高速道路の安心安全につなげていきたいと思います。やっぱりこういうあのビッグデータっていうのは非常に、まあ、安全性をですね、まあ、あの考える上で、次どうなっていくのか、これから、物の形がどうなっていくのか、どう変わっていくのかというものは非常に重要です。まあ、構造物いろいろコンクリートの構造物多い会社ですので、まあ、そういった変状なんかも、逐一把握して、状態監視をしていかなくてはいけないということで、まあ、こういうビッグデータというのは非常に有用なものになっています。で具体的に言うと、例えばそのパトロールカーにですね、これカメラとか、まあ、IoT 機器を搭載して、まずはそのパトロールカーの、情報ですね、位置情報とか、まあ、あのエラーの状況っていうんですかね、あの車があのパトロールが壊れてしまっては困りますので、事前にそういうものを、まあ、察知してリアルタイムに対応していくような、仕組みで、撮影したものをAI を使って変状解析、道路正常解析というような言い方をするところもありますけれども、何か昨日と違ったところはないのか、明日は大丈夫なのか、まあ、こういったものをですね AI を使って分析をしていく。あとはその、まあ、いろんなその道路でですね物が落ちていたり、まあ、事故があったりというようなものが、まあ、あのいろんな、ところで多々発生していますので、そういったビッグデータをヒートマップを使って分析をしていったり、さらに点検を強めなくてはいけないところを割り出して点検ルートの効率化をしていったりとか、そういったものに役立てていきたいというふうに考えております。でもう一つはウェアラブルですね。こういったものをですねやっぱりそのこういう橋梁ですね、橋の下でいろんな点検をする場面がありますけども、まあ、こういったところで、ウェアラブルカメラを使ってですねデバイスを使って、まあ、フリーハンドで、作業ができるというのは、この点検員の安全を確保するということは非常に重要です。まあ、このウェアラブルカメラに対しては、例えばその点検の、昔の記録であるとか点検の指図書、まあ、そういったもの図面とかですね、そういったものを投影して点検の有効効率化を進めていきたいというふうに考えております。本日のおさらいということで、すみません、ちょっと駆け足でお話をさせていただきましたが、まずは2012年から、まあ、このクラウド移行ということを、まあ、ビジネスの課題として捉えまして、クラウド移行を検討していったわけなんですが、2014年にはまさにもうクラウドをですね業務に適用して、2015年には完全にビジネスとして立ち上げて効果を創出しております。まあ、今後の動きとして下段の方にありますけれども、会社あるいはグループ会社としても今クラウドファーストという考え方がこういったものを布石にして浸透しております。まずはクラウドから考えていこうよというようなクラウドファーストの考え方が浸透してきましたので、我々はこれを機にですねこれからマイグレーションであったり、さらに AI、IoT といったところに進化をさせていきたいというふうに考えております。で最後になりますが、今高速道路会社の IT 会社ではありますが、
全然硬いところはなくて、まあ、こういういろんな新しい開発にも取り組むような動きをしていますので、キャリア採用ということで募集をさせていただいております。まあ、こういった今の技術をですね、どんどん進化をさせていただいて、進化をしてさせていって、より高速道路の安全安心につなげていきたいというふうに考えておりますので、絶賛募集中でございますので、ホームページからアクセスをしていただいて、応募をしていただければというふうに思っております。はい、ご清聴いただきまして大変ありがとうございました。そして最後にですね、まあ、いろいろご協力をいただきました、AWS 本国の、ピーター・ムーアさん、まあ、ブラッド・カフランさん、そして AWS ジャパンのオートンベさん、こちらの方には非常に、我々はですね、もう、足を向けて寝れないぐらい非常に、お世話になりました。この場を借りして、感謝を申し上げます。以上でございます。井出哲明様よりご講演いただきました。ありがとうございました。